ウルグアイ代表2017年11月14日、新前試合オーストリア戦 2014FIFA ワールドカップイングランド戦のウルグアイサポーターサッカーウルグアイ代表は、ウルグアイサッカー協会により構成されるウルグアイのサッカーのナショナルチーム。相性はそのユニフォームカラーからセレステなど。ホームスタジアムは首都モンテビデオにあるエスタディオセンテナリオ。 1> 第1回 FIFA フフワールドカップ大会で優勝したウルグアイ代表を20世紀前半において世界屈指の競合国として君臨し1924年1928年のオリンピックで連覇。ワールドカップでは1930年に憲法発布100周年を記念し開催された地元での第1回大会1950年のブラジル大会で優勝。コパアメリカでは ブラジルやアルゼンチンを抑えて最多となる15回の優勝を誇る。1970年代以降はワールドカップではたびたび南米予選で敗退するようになり国際タイトルからも1995年のコパアメリカを最後に遠ざかるなど長きにわたり低迷していた。一方で選手個人では欧州トップリーグで活躍する選手を多く輩出していたため 古豪と紹介されることが多かった。2010年のワールドカップ、南アフリカ大会でも、予選では、大陸間プレーオフで出場権を手にするな独占、したが本大会では、ディエゴ・フォルランや、ルイス・アルベルトス・アレスラの活躍もあり、下馬評を覆して40年ぶりのベスト4、入りを果たす。フォルランはウルグアイ代表初の大会得点王と、MVP に輝いた。 古豪の復活を称え、帰国後の外戦パレードではおよそ50万人の国民が出迎えた。2011年の南米ユース選手権では準優勝し、2011FIFAU-20 フフワールドカップへの出場権を得ると同時に、1928年に優勝した以来84年ぶりにオリンピック本大会へ出場。さらに同年のコパアメリカ2011では、 グループリーグを2位通過すると、準々決勝でアルゼンチンを下し、決勝でもパラグアイに3-0で勝利。6大会ぶり15度目の優勝を果たし、強豪国としての地位を取り戻しつつある。2014年のワールドカップブラジル大会では、前回同様予選では苦戦し、2002年の日韓大会から4大会連続で、大陸間プレイオフに回るもヨルダンを下して、 本大会出場権を獲得。GL ではイタリア、イングランドといった強豪国を下しグループ2位で突破したが、決勝トーナメント1回戦でコロンビアに敗れた。2018年のワールドカップロシア大会では、南米予選第17節の時点で2位につけていたが、チリ、コロンビア、ペルー、アルゼンチン、パラグアイと本大会出場を争う混戦となっていた。 最終節でボリビアを逆転で下して予選2位をキープし本大会出場を果たした。本大会では開催国ロシアのほかサウジアラビア、エジプトと同じグループ A に入り三勝零敗で首位通過及び唯一無失点のまま決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦ではポルトガルにエディンソン、カバーニの2ゴールで2から1で勝利したもののそのカバーニは ポルトガル戦途中で左足ふくらはぎを負傷し、退場、準々決勝では、そのカバーにおけがで書いたこともあり、フランスに0-2で敗れ、2010年大会以来となる準決勝進出を逃した。ホーム用ユニフォームには突き抜けるような空色が伝統的に使用されており、これが代表の愛称、セレステの由来となっている。 アウェイ用のメインカラーは主に白であるが、赤、もしくはオレンジをメインカラーとして使用されることもある。ロゴ上には4つの星が付けられているが、これは2度のワールドカップ制覇と W 杯開催前の2度のオリンピック制覇を合わせて記している。1936年ベルリン大会及び、1976年モントリオール大会においても南米予選を、 突破していたものの、出場を辞退した。RSSSF による記録ベルリン大会予選、モントリオール大会予選決勝へ向け一つの形が、完成したウルグアイ、スポーツナビ、2011年7月21日23年、前の記憶を呼び覚ますファイナルの舞台、スポーツナビ、2011年7月26日、ウルグアイ、 南米を制した偉大なチームの可能性、スポーツナビ、2011年7月29日2006年のワールドカップドイツ大会南米予選では5位に終わり、大陸間プレイオフでオーストラリアと対戦、お互いホームでの1から0勝利、2戦合計で1から1のため、PK 戦での決着となったが2から4で敗れ、本大会出場を逃した。アルゼンチンが逆転突破。 ウルグアイラも、本戦へ、チリは敗退、W 杯南米予選サッカーキング2017年10月11日5分で、わかるウルグアイ代表前線は、世界屈指の破壊力、充実のタレントで復権を果たしたこ王サッカーキング2013年8月12日。ありがとうございます。